皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。さてさて、本日もどのようなお便りが待ってますか。早速行ってみましょうか。じゃん、ペンネームサンピアさん。サンピアさん、ご覧になってますか。お便りありがとね。はい、そしてその内容ですが、じゃん、あ、サンピアさんもですか。そうですか、そうですか、僕もですよ。そうですか、わかります、わかります。ちょっと時期的には早いかもしれませんが、もう暑いじゃないですか。気温はそうでもないのですが、ムシムシと、もう湿度が。ですから、そういう蒸し暑い時には、すっきりするためにも、それが恋しくなりますよね。そうなんです、そうなんです。そして、僕の大好物は、ぐるぐる巻きのやつです。ぐるぐる巻きの、あれたまらないですよね。あれに関しては、もう止まりませんよ。いくら食べても。いくつ食べてもお腹いっぱいになりません。それぐらい大好きです。あれは乳製品なんですか。そういう牛乳で作られてるんです。美味しいですよね。もう口に入れるともうとろけるようになくなっちゃいます。はい、あれらをペチャペチャとペロペロとパクパクとして食べまくりたいですよね。サンピアさんも同じ気持ちなんでしょうか。何が一番お好きなんですかね。気になってしまいました。すみませんね、長々と。ではそろそろ行ってみましょうか。サンピアさんからの一言どうぞ。アイス類が恋しくなりました。